になるとは思いもよりませんでした。むしろあれだけ濡れちゃうなら先に着ておけばよかったかもね。私水浴びするのに服着るってのが理解できないのよね。おや、鱗のない肌の良さは分かりませぬが、そういった装いも悪くはないかと思いますぞ。そうならいいかな。ま、今更耳長どもの外見についてどうこう言うまでもねえやな。ですよね、ちょっと羨ましいくらいですし。あ、どうかな。俺にはよくわからん。似合っているようには思うが。君はもう少しこう女の子の気持ちっていうものを学ぶべきじゃないかな。そうか。まあゴブリンスレイヤーさんはこのままでいいと思いますけどね。というよりあんまり見られるとその恥ずかしいですし。ん？じゃあ川で魚でも取ってくればいいのね。ああ、すごいよね冒険者さんって。いつもこういうところに来るわけでしょ。いつもいつもというわけでは。そうそう、いつもはベタベタのドロドロで臭くてひどいんだから。今回は姉様の婚礼なんだから綺麗にしとかないとね。私も子供の頃はそんなことよく考えたな。やっぱり憧れます。ん、いやほら私はその冒険者じゃなくって。あ、お姫様？言わないでよ。それともお嫁さんとか？もう言わせないで。食べたい。でもいいですよね、お嫁さんって。私に秘策ありですわ。ゴブリンは殺せ、一匹二匹という意味ではない。巣穴一つ、この砦一つでもない。ゴブリンどもは皆殺しだ。